GNU パッケージ一覧では GNU プロジェクトの一部としてフリーソフトウェアファンデーションによって開発、保守されているパッケージソフトウェアのうち注目に値するを列挙する。GNU はフリーソフトウェアのみで構築されたユニックス系オペレーティングシステムである。これらのパッケージソフトウェアの多くは同時に Linux カーネルを完全なオペレーティングシステムにするためにも使われている。 2013年に、リチャード・ストールマンは通例 GNU パッケージになる9つの局面を認定した。ただし、彼は次のような理由の場合、例外になるかもしれないと注釈をつけた。GNU パッケージと呼ばれるべきもの。f t p n u o r g や他の誰でも自由なアクセスが可能なウェブサイト経由で配布されるべきもの。パッケージのホームページが、 GNU のウェブサイトにあるべきもの。開発者たちがソフトウェアが他の GNU パッケージと相性が良くなるように注意を払わなければならないもの。ドキュメントが適信法形式であるべきもの、または簡単にそれに変換できるべきもの。GNU がいる形式であるべきもの。ただしこれに関しては例外が普通にあり得る。他の どんなフリーでないプログラムソフトウェアを使っていたり、フリーでないドキュメントを参照していたりするべきでないもの。GNU の専門用語を使用しているもの。例えば、オープンソースではなく、フリーソフトウェアなど。保守者に簡単にコンタクト可能であるべきもの。少なくとも流暢に、プログラムの問題は、互換性の問題を修正ついて議論できること。 GNU オペレーティングシステムには公式のベースシステムはない。GNU は1980年代にユニックスの代わりになるように計画されており、パズイックスの企画を元としている。しかし、どちらの企画もかなりの大きさのベースとなるシステムを求めていた。下記のリストはより下にある節のリストよりも核に近いようなパッケージである。 もちろん含まれているものと除外されているものには異論もある。ここに挙がっているソフトウェアは一般的にソフトウェア開発やプログラミングに役立つものである。次のライブラリーとフレームワークはよく上記のものと同時にソフトウェアをビルドするのに使われる。GUI 関連は GUI を参照。これらのソフトウェアは GCC 以外のプログラミング言語のコンパイラインタプリタである。 次に挙げるソフトウェアは、ソフトウェア開発に従事していない人たちにとっても、一般的に役立つものである。次に挙げるパッケージは、GUI のデスクトップ環境、Window マネージャー、それに関連付けられたグラフィックのライブラリーである。AU ザーページアット、AGNU m i d i u g a b リ i n 0.20、ベースドウェブサイト。ありがとうございます。